はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、オカピでございます。私はなんとですね、茨城空港に初めて来ました。いやー、ついにね、来ちゃいましたね。でね、今回ももちろん空港でね、遊んでいくんですけど、飛行機には全く乗りません。乗らないんですけど、空港の中何があるかというのを探索するためだけに来てみました。ちなみにですけど、ここの空港にはね、まあ、車でこうやって来る方が多いみたいですけど、バスもね、水戸駅とか、あとは私は石岡駅というね、駅から普通に路線バスで来ました。じゃあ早速ね、1階からね、多分2階建てなんですけど、下のフロアから順番に、そして端から順番に巡っていきたいと思います。じゃあ楽しんでいきましょう。 Let's go。じゃあ早速ね、入るんですけど、その前に私ちょっとね、知ってたんですけど、空港の中にね、セイコーマートがあるんですよ。これ見逃せないですよね。し、すごい楽しみにしてたんですよ、セイコーマート自体が好きなので。でね、なぜかは知らないけど、茨城県内にセイコーマートがね、結構たくさん進出してるんですよね。なので、まあ、飲み物とか、これそれこそこれですよね、定番のソフトクリームとかホットシェフもあるのかな。ちょっとその辺も見ていきましょう。お、かわいい。なんか開放感がある。なんだろう、どこかの駅に、駅じゃない、空港にちょっと近いような、なんだろう、神戸空港の2階かな、ちょっと雰囲気違いかも。はい、じゃあ改めて国内線のね、到着口がある端っこ1階ですね、こちらから順番に巡っていきましょう。ここは空港警察とレンタカーサービス、そして、まあ、ここはあれですね、ベンチとかがちらほらありつつ、チェックインカウンターですね、やっぱりこの1階フロアは。左手がスカイマークだ、就航してるんですね。で、右手が先ほどのセイコーマートですね。セイコーマートは一旦このフロア奥まで行ってから改めて中ちょっと見たいと思います。で、ここが国際国内両方かの保安検査かなだね。これは何だろう、今全然開いてないけど、国際線かな、春秋空港。おお、ステンドグラス、これはどこなんだろう、千葉、水戸かな、水戸、梅、この滝みたいなのはどこなんだろう、船、わ、わかんない。で、ここがだいぶ端か、これで、ここ、あ、こっちが、こっちの端が国際線の到着。ふむふむ。で、こっち右側がベンチ。お休みベンチがあって。おーおーおお、見て見て見て、ストリートピアノあるじゃん。え、端っこすぎ？もうちょっとこう、なんか、あれでもいい気がするけどね。中央寄りでもいい気がするけど、そんなひっそりとしてるんですね。で、コインロッカーとお手洗いか。まあこんな感じね。お、これあれか、フロアガイドみたいなやつか。あ、ゲートエリアには1階にもこういうお土産があるんだね。
検査場 A の方向通過の上、搭乗口2番線です。でも出発ちょっと見えにくいけど、2階フロアにも飲食店とお土産だね、多分。あとカフェが入ってる。行ってみようか。その前にじゃあまずセイコーマートチラッと見ようか。ちょっと待って、戻ってごめん。おなじみのコンビニなんだね。そうだよね、県民にとってはおなじみなんだろうね。いやー、そっかそっか。お、売ってるじゃん。ガラナに、あ、そうそうそう、このね、アイス、このぐるぐるの。これも食べたな、北海道で。なんか懐かしさもある。あと何があるんだろう。お弁当とか、あのホットシェフあるかな。ある、美味しいんだよなこれ。あ、山わさびラーメンある。これむせるで有名な。え、どうしよう、全然関係ないけど、お土産で買って帰ろうかな。他のもこういうね、ブランド、プライベートブランドのあるんだけど、こういうの。ちゃんとお酒もセイコーマートのだ、当たり前だけど。いやー、いいね。飲み物だけ買おうかな。じゃあ飲み物買ったので、これを持って次は2階に行きましょうか。よし、じゃあこっから上がっていきますか。うん、やっぱりこの吹き抜けになってる感じと、このセンター中央部分からエスカレーターで上がっていく感じも結構神戸空港に似てる感じはありますね。スカイマークが就航してるところも似てるけど、あとはこの上に上がった感じがどうかっていうのは分かんないですね。はい、上がってきました。お、フードコートこれ広いぞ。ちょっと左側に今見えたんだけど、これフードコートになってるわ。あ、待って、これやば、これいいな。ほら、ここフードコート兼展望デッキと直結だ。なんか羽田空港にね、もうこういうカフェがあったはずなんだけど、もっとこう何、オープン感があって広々としてて、これだ、スカイマーク。ちょうど今人が降りてんだ。おお、そっかそっかそっか。これあれじゃない、意外と飛行機を見られるタイミングって少ないんじゃないのかな、本数的に。あ、ごめん、カメラをごめんなさい、興奮しちゃってずれちゃいました。で、お店は何が入ってるんだろう。ここはスカイライトカフェ。あ、なんかビアードパパみたいなマークで、モーニングもあって、カフェメニューか普通に。あ、コーヒーとか。あ、見て、納豆ドッグがあるちゃんと。これだ。これも美味しそうだな、この芋蜜ソフト。お芋も有名だもんね。こういうのもいいかもな、後で。なんかもう一個あったんだよね、これだ、杉の屋本陣。イントネーション合ってるか分かんないけど、これ聞いたことあるけど知らなかったんだよね。なんかそば、うどんのチェーン店、こっちにしかない。北関東なのかな、茨城初だった気がするんですけど、杉の屋本陣と、あとなんだっけ、坂東太郎もなんか
のれん分け的な感じ、喧嘩別れなのか分かんないけど似たようなグループだったはず。そば、うどん、あーここで食べよっかな。ちょっと何あんだろうメニュー。ざるそばうどん、ふんふん、鴨南蛮、あ名物だって、けんちんうどん、そばカレーそばうどん、ラーメンマンだって、定食もある。しょぼろ納豆ってなんだろう。じゃあちょっと他のお土産コーナーとかも見てみようかな。でお土産コーナーって言ったんだけど、せっかく今スカイマークの航空機が着陸しているから、今のうちに展望デッキを見ておこうと思って、今のフードコートのあったところからすぐ脇からね出られるので出てみました。あれだスカイマーク、どこから来たんでしょうね。瓶を確認してなかったのでわかんないんで、まあ、後でちょっとテロップでもつけておきます。なんかコラボをしてるんですか、聖地なんですか茨城は、ガールズ&パンツァーの、ちょっとだけ年季が入ってるパネルが置いてありますけども、着陸か離陸のタイミングをね見られたらすごく幸運なんでしょうね。まあ、時間を合わせたら見られるんでしょうけど、今回も見られたらいいな。じゃあお土産見ていきましょうかと思ったら、なんと先ほど登ってきたエスカレーターのところにですね、茨城名物がね書いてあったんですよ。左から、日立秋そば、日立牛、あんこう鍋、干し芋で、私がいるこう手前側にもあって、でメロン、梨、いちご、そうなんだ知らなかった。でここが一つ目のお土産どころだけど、スカイアリーナってことは多分あれだね、空港関係のお土産なのかな、いや違うな、お納豆ある。別にそんなわけではないんだね。全般のお土産があるのかな。あ、欲しいもある。ああ、土浦そういえばレンコンだわ。レンコンサブレ入ってんのかな、レンコン。あ、レンコン粉末が入ってる。へえ、あ、これもだ。うわ、これも珍しいな。ナマズ。そっか。濃い。濃い、フナもある。すげえな。珍しいな。これも珍しいよ。ナマズジャーキー、コイジャーキーもある。でかこれ。おかめちゃんもいるわ。今注意書き見てて知らなかった、これ知ってる？こんなん手土産にもいいかもね、バラ巻き用に。60円のミニドライナット小袋。でこっちはあマッサージ、マッサージと、こっちも休憩か。こっちは人いないよね、だって駐車場だもん。駐車場見て癒されるってのもちょっと違うかな。まあ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 
でぐるっと回って、なんかもう一個お土産館っぽいのが、お土産店かっぽいのがあったので、そっち行ってみましょう。ここですね、亀印の茨城空港売店。亀印ってあれですよね、茨城メーカーてか昔からやってる老舗かの和菓子屋さんだったような気がしたんですけど、違ったっけな。小倉クリーム大福、こんな絶対欲しいですよね。でクリーム大福があるならね、普通の大福もあると思ってましたよ。これ美味しそうですね、ゴロゴロしてて。でね、たまたま季節限定でこれよもぎなんです。よもぎバージョンの豆大福も売ってました。130円です。まんじゅう、どら焼きとか、その辺が、大福とか、その辺がこのお店の売り、昔からの名物なのかな。いやー、こっちですね、名物は藤原電柱。あとこれですね、水戸の梅。この辺なんでしょうね。あとさっきの豆大福、この辺りが多分売りっぽいですね。うん、じゃあせっかくなんで杉の屋本陣さんでそばかな、いただきましょう。で出来上がりを待っていると、ちょうどね、飛行機の離陸のタイミングに鉢合わせました。ラッキーですね。でなんとタイミングが合うとね、戦闘機の離着陸も見られるという、これ茨城空港の特徴ですね。で注文したのはこちらのけんちんそば、1200円でございます。いただきます。でちょっと甘めのつゆに野菜、お揚げ、お肉の旨味がね染み出しててね、めちゃくちゃ美味しかったですよ。これ人参、大根、椎茸、お揚げ、鶏団子などなどなど具沢山でね、お腹も満たされました。で後で知った余談なんですけど、空港の脇にある公園に、詳しくないんですけど、こういうね偵察機と戦闘機の2機が展示されているそうです。で公園はね入場無料で、そこから飛行機の離着陸も眺められるそうなので、よかったらね覗いてみてください。ごちそうさまでした。よし、ちょうど今ね、あの着陸して人もね降りてきて、でその飛行機が到着するタイミングでしか空港発のバスがねもちろん出ないんです。なのでそろそろ行こうかなと。であとお土産もねいろいろ買ったので、後であのお土産広げた写真をねアップ、編集の時の私がやってくれるはずなので、はい、期待しましょう。はい、編集の時の私でございます。買ったのはこちらですね、亀印さんで、まずこのゴロゴロ豆大福とよもぎの大福、そして吉原電柱を2本購入いたしました。バラで売ってるのもありがたいところです。でスカイアリーナで取ってるドライナットを購入しました。で豆大福めっちゃうまなんでおすすめです。最後にじゃあ残り10分でセイコーマートでねスイーツでも食べて締めましょうか。ふふふふふ、買いましたよ。いただきます。でバス来ちゃったんでね、大急ぎで食べました。ちょっと食べるとこ取れてなかったんですけど、期待通りめちゃくちゃ美味しいソフトでした。はい、というわけで今回はですね、茨城空港でうろうろして遊んでみました。くまなくも見れてよかったです。中小規模の空港なんですけど、個人的にはね茨城の魅力もたくさん詰まっていて、充実した時間過ごせたんじゃないかなと思います。空港を利用する機会があればじっくりと空港内覗いて回ってみてください。というわけでね、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。じゃあまたお会いしましょう。バイバイ。